皆さんこんにちは。今回の動画はいつもと違ってちょっと短めの補足動画になります。少し前にメッシュクラス入門というチュートリアルを公開しましたが、そこでもらったコメントの中に線の太さを変えるにはどうしたらいいかというものがありました。この話はちょっと面白いので触れておきたいと思います。まず先に言っておくと、簡単な解決方法はありません。もしかしたら簡単な方法があるんじゃないかって期待している方もいるかもしれませんが、残念ながらそれはないというのが今回の話になります。残念ではありますが、簡単に解決できないって情報も重要っちゃ重要ですよね。もしこれを簡単に解決できるアセットなどが販売されていたら、それにはちゃんと価値があるということです。導入を検討してみていいと思います。昔から OpenGL などを使っていた方にしてみれば、 GL Line With とかで線の太さって変えられたのに、なんで Unity ではできないのか不思議に思うかもしれません。確かに OpenGL にはそういった関数が存在しますが、挙動が実装依存になっている部分があって、実際の運用には問題が発生しがちなんですよね。また DirectX や Metal など他の API ではそもそも線の太さを変える機能自体存在していません。API 側でサポートされていない以上、線の太さを変えるには自分で対処する必要があります。つまりトライアングルズ、ポリゴンを使って太さのある線を表現するということですね。これはまあ頑張って実装すればできないことはないんですが、綺麗に破綻なく仕上げるにはかなり頑張る必要があります。正直ここのチュートリアルで扱う範疇は超えてしまっていると思います。このアプローチを使いたい場合は、やはりサードパーティーのライブラリを探すのが無難かもしれません。もう一つの簡単なアプローチとして、 LINE だけ低解像度でレンダリングするというものがあります。これは実装が簡単なので、前回のサンプルプロジェクトに付け足ししてみました。このボールドラインというシーンがそれですね。通常の動作と比較すると、 LINE が少し太くなっているのがわかると思います。やっていることは簡単で、追加のカメラを配置して低解像度のレンダーテクスチャーに対してレンダリングを行っています。これを Unity 2022.2 から使えるフルスクリーンパスレンダラーフィーチャーを使ってメインのカメラに合成しています。フルスクリーンパスについては別の動画で紹介しているので参考にしてみてください。このようにラインだけは固定された低解像度のレンダーテクスチャーに対してレンダリングすることによって、ラインの見た目上の太さを固定することができます。画面の解像度を高くしてもラインが細くなったりしないということですね。ただ皆さんおそらくお気づきの通り、低解像度でレンダリングしているのでラインだけボケボケになってしまっていて、なんだか貧相ですよね。そういうデメリットがあるので、必ずしもおすすめの解決方法ではありません。ただ何しろ簡単に実装できるので、若干のクオリティは犠牲になっても構わないというシチュエーションでは有用な方法だと思います。